えー、即塾の久保です。たびたびになりますけども、麻生財務大臣の顔がまたちらついてしまいました。消費税の引き下げ考えていないということでございます。まあ、記事自体はね、えー、去年の4月のものなんですけども、それからというものもね、たびたび消費税は引き上げてないんだよってことを言い始めて、そして閣議決定までしてしまいました。まったくね、消費税をこのまんま10%にして何かいいことあるんでしょうかうん、まあ、記事を読んでみましょうか。 新型コロナウイルスの感染拡大を受けた経済対策として消費税の減税を求める声があることについて麻生財務大臣は,今はいいあ「今の段階で消費税を引き下げることは考えていない」と述べました「今の段階で消費税を引き下げることは考えていない」とか言ってねじゃあ今の段階じゃなかったらいつ引き下げるんでしょうかってことですよね引き上げることまで考えてるでしょうこの人は。 この中で麻生財務大臣は感染拡大を受けた経済,対経済対策として今後消費税を減税する可能性あるのかと問われたのに対し昨年消費税を引き上げたが全世代型の社会保障に大きく転換しないと少子高齢化というこれからの日本の社会ではなかなか対応できないのははっきりしてはっきりしていないっていうの。あのね少子高齢化っていうのは政府の無策によって起きた政府の本当に大失敗ですよ。 責任を取れって言うんだよ、そういうことに。ね。まずは。で、消費税を下げていいことはないっていうのは、消費税をね、なくすことの方が絶対いいわけなんですよ。で消費税が10%もあると、私たちは消費活動ができないわけですよね。物を買えないわけですよ、自由に。だって、10万円の物の買おうと思ったら1万円分取られちゃうわけでしょ。だったら、10万円の物の買うのやめようかなと。まあ、3000円の物のにしようかなとかね。買い控えが起きちゃうわけですよ。 というのは明らかじゃないですか。消費税が増税する直前って、今のうちに買っとけってことで、えー、まあこの、何ですかね、まあ前倒し害が起きるわけですよね。で、そういったことを考えると、消費税が上がったら、まあ買い控えが起きちゃうわけですよ。そうすると、私たちの GDP が上がんなくなるわけですよね。自然消費が起きないわけですから。ただ、そうは言っても、 絶対に必要なものはどうしても買うわけですよ。その絶対に必要な生活耐久財を買ったその1割が増税分として乗っかってくるということなんで、これね、健全な経済活動が行われているとはとても言えないですよね。で、まあ、いわゆる贅沢品ってものですか。こういったものが、まあ、売れにくくなるってこともあるし、余剰資金の考え方がぐるっと変わっちゃうわけですよね。 で、消費税がなければ、あれも買いたい、これも買いたいって多分思うと思うんですよ。例えばね、じゃあ、来年、消費税がなくなります。今年でもいいや。今年の4月から消費税なくなりますよって言ったら、じゃあ3ヶ月は辛抱して4月に全部買おうかなっていうふうになるじゃないですか。そうなると生産を増やして、えー、店舗さんとかね、それからいろんな業者さんは4月に向けて増産を始めるわけですよ。こうやって経済って活性化すると思うんですよね。麻生財務大臣ほどの人がこんなこと理解できてないわけはないと思うんですよ。 で、プライマリーバランスを2025年度に黒字化するという目標を見逃すことがあるかと問われたのに対し、麻生財務大臣は、今回借入金が増えるので、プライマリーバランスが悪くなることになるが、この目標を放棄することはないと。ちょっと待ってよと。あと5年 ?4 年ですか ?4 年でプライマリーバランス黒字化にしようと思ったら、一体どのぐらい増税するって話なんですかね恐ろしい人ですよね、この人。この5年でね。 プライミーバランスが黒字化するわけないじゃないですかどう考えても,も頭いっちゃってますよねその理由として麻生財務大臣は借金を返していくという姿勢がなければマーケットで途端に日本の国債が売りを浴びせられかねない国債はね売りを浴びせられないですよ国債買ってるの誰ですか一体日銀でしょ日銀が売るんですかマーケットをよく見ながら考えていかなくてはならないって考えてないじゃないかって話なんですよもうバカもうね休み休みえってことですよ、えー、ちょっとここをクリックしてみましょうか 令和新選組消費税ゼロ。ね、提言。ちょっと山本さん太ってますね、これね顔ね。<laughs> どうしたんでしょうかね <laughs>。いつえっ、ー、と、去年の4月。<laughs> うん、カウンターで証言してるんですね。うん。 まあ消費税をね、1年間ゼロにすることとかを求めているってことになります。山本太郎さんはもともと消費税廃止だったんですけども、ただそれに足並みを揃える人がいなくなったんで、消費税減税という言葉に変えてきました。これはもう致し方がない妥協だと思うんですよ。だってね、消費税を廃止して困る人って誰もいないんですよ。だって中小企業から大手企業まで商品売れるようになるわけですよ。うん、売れるようになったらいいじゃないですか。で、売れるようになったら、社員の給料も上げれるし、 何もかもかいいことづくめなんですよだから消費税を10%にすることと増税することと減税をしないってことこれはねもう完全なる無虫打ちの刑ですよね。んなんていうんですかパワハラですよこれ増税して誰も良くならないんですよ。ただ減税すするるとみんんなな良くなるんですよ増税して良くなる人はいるとすると増税したことによってなんとなくやった感がある財務省だけですよ。 で、麻生財務大臣も消費税が上がったところで下がったところで何か困るんですかってことなんですよ。上がろうと下がろうと麻生財務大臣困んないわけですよね。別にどっちでもいいわけですよね。でも多くの人は下げてもらわないと困るわけですよ。じゃあそっちの方に政策課事切った方がいいじゃないですか。えー、そしてね、法人税も別に上げなくていいですよ。法人税もそのまま。所得税もそのまま。消費税だけなくす。これでいいじゃないですか。全然ね、お釣りきますよ。やってみればいいんですよ、もう。 全然この閉塞感がある世の中に、新しい舵取りをしないといけないわけでしょじゃあ今までの延長戦場じゃなくて、過去の前例ではなくてね、そうではなくて、新しく今までやったことがないことに思い切って切り込まないといけない。そして、私はね、こういうふうに思うんですよ。国民の皆さんも腹くってもらいたいんですけども、財政破綻してもいいから消費税なくしてくれ。この言葉でね、押していけばいいんですよ。もう財政破綻したらまた一からやっていくからか、それこそ将来世代にツけをね、残すことも、何のつけを残すかなんですよ。 莫大な借金というね、国債の付けを残すって考え方は、それはそれでいいでしょうと。でも、経済破綻して、またね、戦後の焼け野原から、一からやるつもりでやる。それもいいじゃないかと。国民が結局最後は責任を取るから、もう政府はね、余計なことやらないでくれと。俺たちの言うことだけ聞いてくれみたいな形でね、押していこうと思うんですけど、皆さんいかがですかね。ということで、財政破綻してもいいから消費税をなくせ。財政破綻してもいいから国債を100兆円すれ。こういうふうなね、ムーブメントを起こしていきたいなと思うわけですけどね。